カエイメチルトランスフェラーゼ DNA のリボンズ PDB1DCT よりメチルトランスフェラーゼとはメチル元を共与体から需要体へ転移させる転移酵素の総称であるメチル化は大抵 DNA 中の核酸塩基もしくはタンパク質中のアミノ酸で起こるメチルトランスフェラーゼはメチル元の共与体として S アデノシルメチオニンのイオン原子に結合した活性メチル元を用いる。DNA メチル化は主にオリジナルの DNA 配列の変更なしに遺伝子発現の制御に利用される。このメチル化は死と心情で起こる。DNA メチル化は哺乳動物では肺形成期からの正常な発育のために必要である場合がある。ネズミ DNA メチルトランスフェラーゼが欠損している。 変異体 ES 細胞をマウスの生殖細胞系に導入すると劣性の致死表現系を引き起こす。また、癌抑制遺伝子のメチル化は主要化及び転移癌を進行させるためメチル化は癌発生に関連がある可能性がある。V 特異的メチルトランスフェラーゼはいくつかの制限酵素と同じ DNA 標的配列を持つ。また、メチル化は 制限酵素が著しく就職された配列を結合、認識できないため、酵素的切断から DNA を保護することがある。これは、メチル化によって、自身の DNA を保護すると同時に異質な DNA を除去する制限酵素を使う、バクテリア制限就職系において役立つ。タンパク質の形成におけるアミノ酸でのメチル化は、アミノ酸に多様性を与え、したがって、 その機能にも多様性を与える。タンパク質のメチル化は、N 末端上状もしくはタンパク質の側座状の窒素、原子状で起き、通常は不可逆である。ありがとうございます。